っちゃこれめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、やばいやばい、話したら消えますかね、可愛すぎて話せない。第三天使がなんでなんだろう。エラミックいただきました。だって通常時はやっぱり全然面白くないもん。ありがとうございます、ありがとうございます。よっしゃー、やばい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 、みんなみんな走ってるから、ありがとうございます。いや負けたくない、負けたくない。何狙ってんのみんな、そんな、え、本当にハーデス、そんなハーデスはさっち行く、やばい取れないかもしれん、あ、ここだ、え、ちょっと待って、わかんない、あ、こっちだ、わかったわかった、ここだ、あった、乙女ですって、サンダイアル急ぐ必要なかったか。熱湯ラカータスタジアム2014はパチンコ480台、パチスロ230台設置のラカータ坂戸店よりお送りいたします。7回の裏ベイビードッグ白鳥選手の攻撃。それでは7回の裏2点スタート。レフトパチスロ戦国乙女、今回の手は戦国乙女背番号539。あ、これチャンスですよ、チャンス乙女。あ、ノブ様の珍しい、ちょっと豪華、何いいかな、お、ワンちゃん、いや分かんない、当たるかもしれない。私はこれね、前回熱かったんだけどな、あ、ダメそう、ちょっとダメそうな気がする、赤くないし、お、当たった、やった、待って、でもウィーンで乙女アタックは強かおらしゅ、出ました乙女アタック、さあ、いや当たるから、当たるから、全部オーガーやったらやばいけど、誰かな、あー、オーガーさんはもう無理だ、無理だ、オーガーは無理、お、来た来た、小太郎ね、ベア役だったら絶対勝てる、ここ、熱い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 、これいける、これいける、いけるいける、勝った、勝ちました、ベア役引いたんだ、ここでやった、ベア役引いたら 100% で勝てるから、イエスイエスイエス、乙女ストック1個ゲット、次全部続きますよ、全部できるんですよ今回は、いいとこで引いたな、いや勝ったじゃないこれ、あ違うか、 100% じゃないのか、お願い、すごい、大外に勝ったとかすごいよ、はい、ダメだったけど2人ゲット、まあ上出来じゃないですかね、上出来でございます、はい、的押しが5本なんで250枚を目指します、もう5本使ってますよ、おい、こっからリプレイを切っちゃいけません、よし、ラッキー、これで10ゲーム、リプレイいたら5ゲームなんでね、おいおい、全部ベルいけた、ラッキー、よし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 、
60少なかった。でもでもここからは5名アタックで倒した2人分の参戦がありますね。はい、剣士から、え、早い、ちょ、やめて、早すぎるから、こんなもんじゃない、本当は違う。家康ちゃん参戦です。ここはレイヤーク行きたいな。少なくないですか、もっと欲しいな。あ、よし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 、レイヤーク、レイヤーク引いたら絶対ストックできる。これでストック、ワノセ乙女、イエーイ、30乗っけて、え、前回と一緒だったら絶対ストックだったんですけど、これほら来た、吉本さんをストックしました。安心したら終わっちゃった。頑張った、120ゲーム乗りました。で、ここから吉本参戦です。継続率とか、あと、そうですね、売り上げ聞いたらめっちゃ乗せるとか。少ない、10ゲーム、マジか。まあでも頑張ったかな。残り186ゲームになりました。いい感じ。私この ART 中の新しいこの曲がめっちゃ好きなんですよ。ちゃんと聞いたことあります？2人、この ART 中の曲めっちゃいいんですよ。乙女は強く麗しくって曲なんですけど、本当にもう神曲なんで、ぜひよく聴いてみてください。あ、煽り始めましたね。バズールがあるかもしれないね。あ、300枚超えた。衣類、お、ノブ様、ノブ様レア役ですよ。ひょうちゃめだから、あるかもあるかもあるかも。きたー、吉本さん来ました。よし、吉本さん、吉本さん、さっき10ゲームで終わっちゃったけど、吉本さん今回はお願いします。よし、10ゲームは超えた。上乗せ、おい、イエーイ、30乗った。あ、来た来た、上乗せなかったんで、これバズールかボーナスが入ってます。そうです、ほら、トラ柄、あ、ストックか。え、お隣ストックって初めてだな。うわ、これ初めて、すごい。最初の、そう、そうですよね、一番最初のやつもう一回できる。ファーストアタック降臨、初めてだこれ。 あ、いっぱい乗るんだ、イエーイ。で、ここからまた最初からできるんだ。あ、終わっちゃう、終わっちゃう、終わった。でもいっぱい乗った、100、また128戻った。これ600はいける。よしよしよし、これで600枚になりますよ。で、600枚、今3スリーベースヒット終わりますね。1回盛り上がったけど、1回しか盛り上がらなかったな。でも意外と出ましたね。え、いや今日打ちますよ。ここチームワークよくしないと勝てないですから、お願いしますよ。乙女抜き来い、乙女抜き来い、来ない、
50% で勝てるんですよ。そう、熱い。これ勝てる、勝てるよ、勝てるよ、よっしゃめっちゃ嬉しい、やばい。そう書くこと初めて見た。ダメでしたけど、一人勝ったんで、結構ラッシュだよ、嬉しい。8ゲームで引き戻しです。70ゲームで、ここから真剣さん参上です。終わったー、もうってことは81ゲームですね、残り。あー、でもよかった、乙女アタックに勝ってよかった。残り2ゲーム、ラスト。お、初めて入った。これ 50% で、50% でこれ、あの、もう一回乙女参戦できるんですよ。誰だろう、これ誰かに来る。乙女抜きがあるか、また来た、やばい。お願い、もう一回お願い、もう一回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 。せっかく入ったのに。でも今度929枚に増えました。よし、あー楽しかった。ではダーウィンの回収をして大移動したいと思います。2番、ラバーズチームの監督がね、ケロット3、すごい大好きらしくて、背番号568、あの、あのケロルに会え、あ、かわいい、ケロルに会えたら大当たりっていうキャラクターの、プレミアキャラなのかな、熱いキャラがいるらしいんですけど、それを見るとね、どうしても興奮しちゃうらしくて、それがどんな感じなのか自分の目で確かめたいと思います。初打ちです。あ、オレンジ、オレンジは見落ちなくても取るの。お、やばい、光った、かわいい。ちょっと待って、めっちゃかわいい、全集合かもしれない。でもケロルンがいないからまだダメなんですよね。もう一回ぐらいステップアップであればいいんでしょうね、多分。ケロットって狙ってみようかな。あ、これで発展か。あー、星2だな。あ、ほんとだ。あ、ダメだ、全員集合だったのにな。あー、全員集合する。一回キャロル見るまでは、あれなんですか、熱い、かわいい、かわ、ネズミ、やられネズミ、やられネズミ、ネズミらしいです。これ何、かわいい、あ、あー、あー、いっぱい出っ放し、出っ放し、やばい。めっちゃ、いや、何、今から出してますね。お、なんか大きい。
あたりの図柄なのかもわからない。ケロケロやった。どうせすぐ当たりました。ビッグボーナース。なかなか出会えないケロル。ボーナス黄色の子はいるけど、あ、逃げちゃった。かわいそう。かわいいですよね、この黄色のちょっと気になるんですね。これも気になる。来た。あ、やばいやばいやばい、取られちゃう。本当に、あら、かわいい。あ、見て、あ焼き餅焼いちゃいますね、これはね。あー、やばいやばいやばい。あー、泣いちゃった。あー、すごい泣いてる。かわいそう。焼き餅ガエルだ。あ、やばい。あ、すごいな、逃げられるんだ。何ぶつかったのかな。え先回りしてたんですよね。またこけてる。ドジ、あ、終わっちゃった。312枚ゲットできました。確かにセクシーでしたね。セクシーガエル。裏3点も取れました。優秀だ、頑張りました。いけ、やばい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 。さあ今回もこちら白鳥ミュー、そして水島ホテルのサイン入りボールの方をプレゼントさせていただきます。はい、8回の裏までの勝敗を予想してご応募ください。締め切りは8回の表の配信までです。待ってます。